航空写真 m t バンクスタジアムはアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアにあるスタジアム。1998年開場。NFL のボルチモア・レイブンズの本拠地である。MLB のボルチモア・オリオールズの本拠地であるオリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズに近接している。開場時の名称から現在でもボルチモア・スタジアムと呼ばれる場合がある。主に アメリカンフットボールとラクロスに使用されている。アメフトでは前述のレイブンズが本拠地にしており、ラクロスでは MLL のボルチモアベイホークスが2002年にトースタジアムを本拠地としていたほか、NCWA の試合がたびたび開催されている。1998年の開場時、スタジアム名はレイブンズスタジアムアットカムデンヤーズだった。カムデンヤーズとは、 かつてこの地にあった、創車場の名前である。当スタジアムに隣接する、オリオールパークアットカムデンヤーズの名も、これに由来する。1999年、インターネットサービスプロバイダの PSI ネットが、命名権を20年1億500万ドルで取得した、ため、スタジアム名が、PSI ネットスタジアムへ変更された。しかし PSI ネットが2002年に倒産したため、スタジアム名は、 以前のものに戻された。同年9月11日、ボルチモアコルツで、クォーターバックを務めていたジョニー・ユナイタスが死去した。スタジアムにユナイタスの名を冠するよう求める声が、ファンや地元市民の間で高まったが、メリーランド・スタジアム・オーソリティ・トレイブンズは、新たなネーミングスポンサーを募集することにした。2003年、15年7500万ドルの契約で、M& t バンクが新たなスポンサーに決定した。トースタジアムの命名権には、携帯電話事業大手のスプリントネクステルや、自動車販売大手のカーマックスも、興味を示していた。2015年の NFL ドラフトに合わせて4月30日に、イベント開催が予定されていたが、警察に逮捕された、黒人男性が死亡したことに伴い、4月27日、深夜に暴動が起きたため、 イベントは中止された。トースタジアムのデザインの特徴は二つある。一つは最上部の席が4分割されていること。もう一つは観客用のスロープがスタジアム内にあることである。これまで NFL のスタジアムといえば円形、または楕円形の客席がフィールドを隙間なく囲むタイプのものが主流だった。トースタジアムの客席は三層であるが、そのうち最上部は両エンドと、 両サイドで4つのセクションに分かれており、それぞれのセクションの間には何もない空間が広がっている。この隙間からはボルチモアの風景を望むことができる。また、観客がスタジアムの入り口から客席まで移動するスロープ上の通路はこれまではスタジアムの外にあることが多かった。当スタジアムではそれをスタジアム内に設置した。ありがとうございます。